山形県地域区分図題々、村山地方、青、西条地方、緑、大玉地方、紫、庄内地方西条地方の自治体1、新城市、2、金山町、3、西条町、4、船形町、5、真室川町、6、大倉村、7、酒川村、8、戸沢村西条地方は、東北地方の一角で、山形県内陸部の新城市及び、 最上軍にあたる地域を指す。古代には、現在の最上地方と村山地方の双方で、最上軍と呼ばれており、886年、最上軍は、南の最上軍と北の村山軍の南北二軍に分割された。当初、両軍の位置関係は現在とは逆であり、現在の最上地方は村山軍に属した。近世初期に両軍が入れ替えられ、 現在のように北が最上郡南が村山郡となった。各々の郡は後に最上地方と村山地方と呼ばれるようになった。ただし、現在でも学区や信用金庫の営業地域等で最上地方と北村山地方をひとまとめにする場合があり、最北地区もしくは北群と呼ばれることがある。最上地方には新庄市を中心とした 新城都市圏が認められる。江戸時代を通じて、新城藩が一帯を領有したため、独特の反省文化が育まれた。郷土料理や方言などでは、山形市や米沢市などとは異なる文化を持つ。新城市及び、西条郡各町村で、西条広域市町村県事務組合を構成している。新城都市圏の都市雇用圏の人口は約8万人。 以下の一市四町三村は、最上地方を構成する全ての自治体であり、最上総合市長が管轄している。ありがとうございます。